川さんにとって成功とは何ですか？シンプルにやっぱ自分がやりたいこととか、こういうふうになりたいとか、こういうふうにしたいっていうことをやっぱ達成することだと思うんですけど、なんかまあただそうは言っても常にやりたいこととか、したいこと なりたいものとか人こととかって日々変わってったりするじゃないですか、うん、なのでまあその成功したなっていう、あ俺はもう成功したっていう思える日は多分生きてる間は多分ないとは思うんですけど、ただその日々一個一個が例えば10年前に思い浮かべてた未来が今叶えられた時とかっていうのは、あ一個また成功体験ができたなって思うわけなんで、なのでやっぱり一個一個自分がやりたいことを叶えていくことが、まあもうシンプルですけど成功だと思いますし、ただ人生において多分俺はもうこの人生は成功の人生だったって言えるようになるかどうかはまだまだわからないというか、これからの、まあ、自分の働きによると思うんで、まあ、それをこう常に挑戦し続けるって感じですかね。